キャンプも第2クールまで終了しました。原監督は第2クール終了後の取材で、怪我人も出ていない、いい感じで少しずつ上がってきていると、ここまでを振り返りました。第1クールで離脱した山崎伊織選手と堀田選手は、そこまで深刻な状態ではないということでしょうか。原監督は特に投手陣について、球数、ブルペンの回数含め、昨年に比べてはるかに精度が高いかなとは思っています、と手応えを感じているようです。今回の動画では、ここまでのキャンプで特に目立っている選手、首脳陣からの評価を高めている選手について取り上げていきます。また、第3クール初日となる11日に予定されている紅白戦のスタメンと登板投手が判明したので、こちらも紹介していきます。このチャンネルでは巨人を中心に、プロ野球に関する様々な動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。ぜひ、最後までご覧ください。第1クールでは、若手選手では秋広選手に関する報道が多く、去年からかなり成長していると首脳陣の評価を高めていました。そして第2クールでは、ルーキーの門脇誠選手が評価を高めています。もともと、肩を含め守備力を高く評価していた原監督は、第2クールで門脇選手のフリーバッティングを見て、門脇くん面白い、思い切りがいいね。素晴らしい、物怖じしないと絶賛していました。去年は坂本選手のバックアップとして中山選手や北村選手が出場していましたが、なかなか結果が出ず、ショートの控えというポジションが巨人の弱点の一つとなっていました。そこに門脇選手がハマればチーム力は上がっていきます。門脇選手は奈良県出身で、身長171センチ、体重76キロと小柄な内野手です。創価高校、創価大学を出て、契約金5000万円、年俸840万円で、ドラフト4位で巨人に入団。大学時代は、そこまでレベルの高いリーグではなかったですが、安定した成績を残し、高校時代にレギュラーになってから、大学4年間を含めて、公式戦にフルイニング出場を続けた、体の強さも売りの選手です。怪我に強い選手というのは原監督の好みでもあり、そのことを伝え聞いた監督にストロング門脇というキャッチコピーも付けられました。キャンプ序盤では小技を意識していたバッティングをしていたところ、大久保コーチから小技は今はいらないからしっかり振れというアドバイスをもらい、体全体を目いっぱい使ったフルスイングで第2クールのフリーバッティングでは鋭い当たりを連発。タイミングを取るのもうまく、打ち損じもほとんどなく、しっかりとミートし、まだ出来上がっていない他の一軍選手と比較しても際立つバッティングを披露していました。大久保コーチは門脇選手について、インパクトの強さがある、165キロのマシンも平気で打っちゃう、しっかり振れと言ったのは休み前からで、マン振りしろよと言ったらずっとやってるし、衝撃です、沖縄に連れて行った方がいいと最大級の賛辞を送っています。亀井コーチも第2クール最終日のインタビューで、ここまでで目につく選手を問われ、門脇とかスイングも鋭いですし、小さいのでもうちょっとコツコツ系なのかなと思ったんですけど、しっかり触れているのでまた違った魅力がある楽しみな選手と名前を出し期待を寄せていました。11日の紅白戦でも2番ショートでスタメン出場する門脇選手、実戦でも結果を出し、このまま開幕まで1軍に居続けられるのか注目です。投手では第1クールの途中から1軍に昇格した横川選手が評価を高めています。昨シーズンは平均球速が140キロ以下だった直球が、この時期に150キロを超える急成長ぶりです。その要因は、去年の秋に桑田さんや久保さん、杉内コーチといろいろ試しながらやったという豪快な新フォーム。決まった時のボールは以前と比べて感触が違う、出力は絶対に上がっていると思うと本人もようやく納得できるフォームにたどり着いたようです。オフには中日に移籍した涌井選手らと自主トレを行い、先発投手としての極意を学んだようです。ブルペン投球を見た原監督は、角度のあるタワーマンピッチャーがまた増えた、迫力が出た、身になってきたねと納得の表情を見せていました。
評論家で巨人 OB の清水孝幸氏は、投球を捕手の後ろから見させてもらったが、力感のあるフォームは見た目にも大きく変わっていて、球に強さが出ていた。右腕を大きく上げることで球の角度もまた違ってくるだろう、と期待を寄せました。フリー打撃での登板を後ろから見ていた亀井コーチは、これは打ちづらい、嫌なピッチャーですね。カーブもめっちゃ曲がってる、と驚嘆の声を上げていました。11日の紅白戦では先発登板が予定されています。実戦で結果を出し、育成落ちからの開幕ローテという大逆転劇を期待しましょう。続いて11日に予定されている今シーズンのキャンプ初めてとなる紅白戦のスタメンを見ていきます。白組は現在の1軍メンバーで構成されています。ドラフト2位ルーキーの萩尾選手が1番センターで初めての実戦に挑みます。2番には門脇選手が入り、ルーキーの1、2番コンビとなります。副キャプテン吉川選手が3番セカンドで、早くもスタメンに名を連ね、 WBC 代表でもある岡本選手は指名打者での出場です。注目の秋広選手はサードでのスタメン出場。岡本選手が WBC でチームを離れる間、より多くの打席を与えるためにサードで出場することが増えていくでしょう。同じく期待の増田陸選手が6番ファースト、外野でのレギュラー取りを狙っていますが、原監督からは内野で勝負しなさいと言われているようです。内野ではレギュラーは厳しいので、本人は志願して外野の守備練習を行う意欲を見せています。オコエ選手が7番ライトで巨人でのデビュー戦に挑みます。 WBC 代表大城選手が8番に座り、ラストバッターには育成選手で唯一の一軍野手鈴木選手が入ります。控えにはベテランや主力を除くその他の一軍選手と、3軍から星名選手と加藤選手が招集されています。星名選手は秋で評価を高めていましたが、キャンプは3軍スタートとなってしまいました。大学の後輩でもあるルーキーの門脇選手がスタメン出場しており、燃えるものもあるでしょう。チャンスは少ないでしょうが、なんとかアピールしてもらいたいです。赤組は2軍のメンバーで構成されています。ドラフト1位、注目の浅野選手が8番指名打者で出場します。秋季キャンプに招集されていた北村、広岡、勝木の中堅内野手に、今シーズンは違うんだぞというような姿を見せてもらいたいです。1軍の外野のレギュラー争いにも加わってもらいたい松原選手の仕上がり具合にも期待しています。門脇選手にその立ち位置を奪われそうな中山選手の奮起にも期待したいです。1軍が沖縄に移動すると同時に、岡本選手と大城選手がチームを離脱するので、この中から1軍昇格、沖縄行きをつかむ選手も出てくるでしょう。2軍の選手にとってはこの2日間の紅白戦は原監督にアピールする絶好の舞台となりますので、活躍に期待しましょう。続いて登板予定の投手を見ていきます。2軍の赤組を相手にして先発するのは、先ほども紹介した横川選手。平均球速はどのくらいか、セットになった時にどこまで球速は変わるのかという点に注目して見ていきます。その後は高卒2年目の石田選手、育成の山本、谷岡、田中豊樹の3選手の登板が予定されています。田中豊樹選手はこの時期に紅白戦に登板できる状態だということで、注目して見ていきたいです。1軍を相手に投げる赤組の先発は戸田選手、白木、京本の高卒2年目の2選手と大江、堀岡の2選手の登板が予定されています。秋のフェニックスリーグで好投していた大江選手が1軍の左のブルペン枠に入ってこられるくらいの状態にあるのか注目しています。そして白組の石田選手も含め、高卒2年目の3選手の登板は非常に楽しみです。特に京本選手が1軍の打者相手にどのような投球を見せるのか、今からワクワクします。投手陣も沖縄行きをかけたアピールの場となります。こちらも戸郷選手と大勢選手がチームを離れるので、数名の昇格、紅白戦の結果による入れ替えもあるでしょう。チーム内の競争も激しくなっていきますので、楽しみに見ていきましょう。いよいよ実戦も始まり、
打席を見るのが楽しみな選手、投球を見るのが楽しみな選手も多く、ワクワクした気持ちでいっぱいです。第2クールまではエース候補2名の離脱はありましたが、原監督の言うように目立った故障者もなく、順調に来ているように思えます。新外国人選手たちもチームに馴染んでいて、去年までとは違いしっかりとキャンプを遅れているので、首脳陣も見極めがしやすくなるでしょう。2月末に予定されている新外国人選手たちの実戦デビューも楽しみです。中川選手や梶谷選手などの復活を目指す選手たちもキャンプ中の実戦復帰を目指し奮闘しています。まだまだ見どころ満載のキャンプとなっていきそうです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。